ははい、い今日は相馬市にお邪魔しています私が今来ていますのは福島県立相馬農業高校1階にあります、なかなか入れませんよ。 校長室をお借りしているんですね、えー、ぐるりと見渡しますと歴代の校長先生の写真が飾ってありましてすべての先生に見られているちょっと緊張感も高まってまいりますが農業高校ということもありまして私の目の前にはきれいに生,生徒さんたちが先あの育てましたシクラメンの花があちこちに置いてあるんですねまさしく農業高校ならではではないでしょうか。 さあ、今日の未来マップチャレンジャーご紹介しましょう相馬公共相馬農業高校生産環境科3年生の高山直也さんです。こんばんは。こんばんばは。おっ、なんかスイッチがが入った気がします。と言いますのも、えー、今ね目の前に先生いるんだよねはいね。2人とも2人の先生いらっしゃるんですが高山はねいつもふわふわしてんだよなでもスイッチ入りますからと言った通り入りました はい、入ってまますね今は、はい、入ったよししじゃ行きましょう <laughs>、はい、さあ高山君に今日お伺いしたいのは、えー、全国農業発表会 <coughs> 私が今日聞きたいのは JA 全農が主催しました酪農の夢コンクールで最優秀賞に輝きましたで先に言いましたように全国農業発表会、えー、日本学校農業クラブのこちらも論文の コンクールがあるわけけでですけどももそちらでも高い成績を収めましたさて最優秀賞ということなんですがまずこの酪農の夢コンクールというのは全英 J 農主催のコンクールで全国の大学や高校に在籍する学生さんそして生徒さんを対象としまして実際に学んでいる内容から酪農に対して持つ夢や思いをテーマに日本の酪農や乳業を未来あるものにアイディアや切り口など若々しい情熱を 論文にして競い合うそういったコンクールで最優秀賞ということなんですが高山君は、えー、まずこの農業高校を選んだというのはどういうい理由だったんですか、はいえー、っと私が幼い頃に父の手を借りながら初めて牛乳絞った時の感動を、まあ、今でも鮮明に覚えていますで、えー、っと震災があって両親のその辛そうな仕事のところを見て その両親を助けたいという思いで、その地元の相馬農業高校に入学しました。今、の両親の手助けをしたいということありましたが、高山くんのお家は酪農を営んでるんですか？はい、えっと乳牛の方を飼ってますね。はい、お家には何頭いるんですか？今は33頭飼ってます。たくさんいるんですね。実際に高山くんもお世話したりしますか？ えっと、土日の休みの時などは、や、えっと、世話をしてますね。うん、学校でも、もちろん、この生産環境科ということですけれども、得意科目は何。まあ、えっと、畜産と作物が得意教科です。うん、はい、あの、酪農生産科には、生徒さん何人いるんですか?。えっと、うちのクラスは今三十一人いますね。うん、その中で、高山君のように、酪農家の方っているんですか?。 は私だけですね。ということはさ、なかなかクラスも頼りにされるんじゃないのそうですね、やっぱり質問とかは結構されますね。うん、でもちゃんと答えてあげる、分かる範囲で頑張って答えます。先ほどのお話の中で震災後、そのご両親の姿を見てきたとありましたけれども、その時の牛の様子、それからご家族の様子っていうのはやっぱりその両親がその。 原子力発電所の事故とかでその暗いイメージになってしまってその牛たちも乳量がどんどん下がっ,てしまっ,た,下がったりしてしまってその両親はこんな暗い気持ちじゃダメだめだということで前向ききになっていきました乳量が下がったっていうけれどもやっぱりその人の気持ちって牛も感じるんで酪農や,やってると感じるなっていうのはやっぱり分かりますね。 そういう両親の姿を目にしていて、えー、そういった震災でいろんなことを経験してましたけれどもそれでもこの酪農をやろうって思ったのはどういう思いい思だったんですかやっぱり一番の,その思ったきっかけっていうのはその、まあ、幼稚園とか小学校の時によく遊びに行った牛舎が楽しいなどっていうのとあとは牛がシンプルにもう好きだっていうことですね。 高山くんが今一番いい顔になった気がします。好きだって言った時にね。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい。<laughs> さあこのコンクールで実際に高山くんが考えた酪農の仕組みって簡単に教えていただけますか。はい。えっ、ー、とまあ生産する牛の増や、うん、とやえっと高経由の血統の良いホルスタインを交配させるためにため、うん、やえっ、ー、と黒毛和種の受精卵移植などを行って。 その収益を増やすっていう考えを述べました、うん、要は子牛を繁殖させて売ってお金にしましょうそうですね、うんまあ、そうしないと食べていけないですからね、はい、でこの論文が認められまして、えー、最優秀賞を獲得しましたその時の思いってどんな思いでしたやっぱり一番最初は驚ききが大きかったでですね、うん、その先生方の中で 最優秀賞っていうことが言われてたのが全然わかんなくて、うん、でその農業クラブの方の作文にずっと集中していたもので全くわからなかったんですけど、はいはい、その東北大会が終わってから先生から三千字の原稿を覚えられるかっていうことを言われてからえなんだろうと思って考えたら酪農の,の夢で最優秀を取ったぞっていうその教えていただき。 なんかちょっと先生にしてみればサプライズだったんじゃないそうですねやっぱりその,その東北大会の時に言われる言うと多分浮かれるっていうのもあったんですかねでも高山くんを見てると決して浮かれていないように思いますさあ高山くん最後に伺います高山家の落納家四代目としてさ夢は何ですかはいえー、っと夢はやっぱりそのこの 元気がなくなってしまった福島県内をまず盛り上げるということが、うんえっと、私の一番の夢です、えっとはい、そのためには、えっと、地域全体で6時間などに取り組んで相馬市を訪れる方々に、はい、私の牧場だけでなくその地域で生産した牛乳やチーズなどの加工品などを販売ししておいます、はい、美味しいものいっぱい食べさせてくださいね。はい はい高山君でしたありがとうございましたありがとうございましたスタジオにお返しします。まではあそこのカメラに向かって手を振ってください。<laughs> 今いいんです。<laughs> 先生も入っるかな入らないねありがとうございましたありがとうございました。